本当？楽しみ。素敵なお店だね。あ、そうだね。いらっしゃいま。だから気安く人の名前ミノル？どういうつもりよ。あんたさくらって呼んでたじゃない。
何しに来たのよ。ミノルちゃんに会いに。え、夏の森さん？ドアだよ、ミノルちゃん。この間会った夏の森さんでしょ。わかるわよ。ミノル。お客様、2名様ですね。こちらへどうぞ。こちらの席へどうぞ。メニューをどうぞ。ご注文はお決まりになりましたか？知らないのがいっぱいあるよ。ミノルちゃん、どれが美味しいのかな。そうですね、当店のお茶はどれも美味しいですよ。冷えたレモン水ですね。失礼しました。すぐお持ちしますから少々お待ちください。
ご注文はお決まりになりましたか？アメリカンコーヒー一つですね。ねね、これハイビスカスってお花？そうですね、ハイビスカスの花びらのお茶で綺麗なピンク色をしてるんですよ。ピンク色？素敵、私これにする。かしこまりました。ご注文繰り返させていただきます。アメリカンコーヒーがお一つに、ハイビスカスティーがお一つ。ご注文は以上でよろしいでしょうか。はい。それでは、少々お待ちください。アメリカン一つ、ハイビスカス一つお願いします。お母さん、私上がるね。お待たせしました。アメリカンコーヒーとハイビスカスティーになります。あれ？もしかして、アキオくん？久しぶりね。何年ぶり？大きくなったわね。
だな、もう似合わないこと言っちゃって。何言ってんの、スカートめくりの王ちゃんが。アキオくん、しばらくぶりに会って、それ？そういうこと、それならいいのよ。あら、夏の森、あなた夏の森さんっていうの？はい、はじめまして、夏の森とわって言います。ミノルちゃんのお友達です。夏の森、そう、あなたが。知ってるわよ。だってミノルに聞いたことあるもの。聞いたって言うとちょっと違うわね。子供の頃よく遊んでたんでしょ？7年前の夏よね。あの頃、アキオくんたちとあの子の話によく名前出てきてたわよ。でもあなたが、とわちゃん。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。二人とも来てくれて嬉しいわ。あれ？でもそういえばうちの娘はどうしたのかしら。
アキオくんとドアちゃんが来ているのに何やってるのかしら。ちょっと呼んでくるわね。なーに？喧嘩でもしたの？でもそうね。喧嘩だったらどっちかが鼻血出すまで殴り合うのが秋代くんとミドルだもんね。喧嘩だったらあの子がおとなしくしているわけがないし。あら、ミドルは多分遠慮なんかしないわよ。まあ、詮索はしないでおくわ。お客さんに出すんだもん、そんなの当たり前でしょ。紅茶やハーブティーが専門だから手が回らなくてメニューは増やせないけど、コーヒーも好きだからね。アキオくん、ドアちゃん、ミノルのことよろしくね。はい、ミノルちゃんは私の大切な友達ですから。ありがとう、二人とも。Thank you.
やめなさい、乾。聞こえなかったの？春の秋夫、一日で随分と生意気な態度取るようになったんじゃないの？どういう心境の変化かしら？あら、別に理由なんかなくてよ。ただ、見ているだけで不快になるものって誰にでもあるのではなくて？ほら、夏場に発生する黒や茶色の嫌な奴らとか、いるでしょ？私ね、そういう嫌な奴らをどうしたら効果的に弱らせることができるのかって考えるのが最近楽しくてしょうがないの。でもね、人思いに息を止める殺虫剤なんて慈悲深いものは使わないの。じっくりとね、じわじわと苦しめてやるのが楽しみなの。それはありがとう。大丈夫？アキオちゃん。
何よ。別にあなたと話すことなんてないわよ。知らないわよそんなの。あのね、ミノルちゃん、悪いけど夏の森さんにもない。私忙しいから。ミノルちゃん、今度ミノルちゃんとミカちゃんも連れてきてあげたいね。うん、大丈夫だよ。もし狭かったら私があそこに登るよ。大丈夫だよ。ほらほら、アキオちゃん気持ちいいよ。どうして？アキオちゃんひどいよ。早く言ってよ。もう。ね、ミカちゃんにも相談してみようよ。うん、そうだね。ミカちゃんも心配。そうだね。別に。
したの？あのね、おうちゃん、ミカね、お花の世話をね。クラスでね、あのね、みんなだけど、ミカ、お花育てるのがね、おうちゃんなんか嫌い嫌いって言ったでしょ。みかんとこに来ないでよ。二人とももう来ないでよ。ここはみかんの場所なんだから、誰も来ちゃダメなんだから。おーちゃんの、バカー！ミカちゃん、すごい声だったね。ミカちゃんはこんなことしない。お花とか植物大好きだもん。
わかる？ブー！じゃあこれは？ブー！じゃあね、あれは？ブブー！適当に言わないでよ。あれ全然黄色くないもん。おーちゃん、ミカが知ってるのに自分が知らないの悔しいんでしょ。